天空の島はどんな感じかな。ここの歌はち…それでお礼っていうのはね、じゃーん、風の翼よ。偵察騎士はこれで空を駆け抜けるの。モンドに住む人たちもみんなこれを愛用してるんだ。ここに連れてきたのはあなたにこれの良さを体験してもらいたかったから。ずいぶんと熱く語るんだな。風はモンドの魂だからね。さあ早速風の翼の性能を試しましょう。操作は簡単だけど指示はちゃんと聞いてね。風の翼ってこんなに長時間対空できるのか。落ちないように僕が千年の竜風に助けてもらったんだ。想像してみて、この風を集中させるんだ。雲を突き破るようにね。
竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。風魔竜が城内を襲ってる。ガイア先輩、旅人さん、ちょうどよかった、一緒に。待てアンバー、見たことない奴がいるんだが。ああ、そうだった。こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。この人は、遠いところから来た旅人さん。遠いってことしかわからないのか。ことの経緯はこう。なるほど、モンドへようこそ。しかしこんな最悪なタイミングで来るとはついてないな。俺にもわかるぜ、血縁者と離れ離れになる辛い気持ちがな。それからなんで風神を探してるかは知らないが、誰にでも言いたくない秘密はある。お前もその口だろう。だから聞かないでおいてやるぜ。とにかく騎士団を代表して礼を言うよ。さっきの風魔竜との戦いで守られた市民は全員お前たちの活躍を目撃した。代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。騎士団本部までどうか来てくれないか。ここが騎士団の本部みたいだな。入るか。ここが騎士団の本部みたいだ。ここが騎士団の本部みたい。ジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。はと、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど、モンドへようこそ。私は代理団長のジン、こちらはリサ、騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来た良い子ちゃんかしら。かわいいわね。ただタイミングがあまり良くないわ。
風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね、魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドにとどまっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。オイラも手伝うぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ。放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。私たちの目標は放棄された4つの神殿のうちこの3つだ。3つだけの理由についてはみんなも分かっていると思うが。分からないんだけど。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に神殿の遺跡へと向かおう。これからの冒険はますます危ないかもしれないから、ちゃんと準備しておいた方がいいぞ。モンドの鍛冶屋に行ってみようか。なんだ？おい、なんだそれ？オイラを先人に立たせるつもりか？こんなに小さいし、オーダーメイドしかないな。オーダーメイドできるんだ。当然だ。販売、オーダーメイド、精錬、すべてこの鉄工房の仕事だ。お前に鉱石があればな。どこにでもある。じゃあこうしよう。この付近で鉄が見つかりやすい場所を教えるよ。鉄を持ってくれば製造してやる。礼はいらない。仕事に戻るよ。
なんかイライラしてる。邪魔したのかな。なんだ？ああ、そんなこともあったな。まあいい。された自封守護の神殿の一つだよ。この神殿が放棄されたのは何年も前でね。だから中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。
はあ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。実はね、私もショックなんだけど、風魔竜はかつて四風守護の一つとして数えられていたの。え？この話は置いといて。ここの風少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて、竜の力が影響を及ぼしているから。モンドの人々はまだ封鎖で困っている。1秒たりとも待たせたくない。早く神殿に行こう。あの操作台を使えば扉が開くよ。見えた、神殿の最深部だ。はあ、こういう状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人魚ウサギ伯爵。
もどうやって行くんだ？ん？あれは炎元素の石碑？強い炎元素で攻撃したら起動させられるかもな。安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど。でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしたか。近くに来てくれ。何か匂うか。この神殿で少し予想外のことがあった。スライム、ヒルチャール、それから風魔竜が残した魔力のつながり中はきっと賑やかなことになってるだろうな。ほう、気合の入った発言だな。ボレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ。行こう少年。四風守護は祀られなくなったが、古の風が消えることはない。四風守護の周りを掃除してやろうか。
さてと、俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。なんでわかるんだ？経験だ。長年後片付けをしてきた経験だよ。元素の力を使ってる。不思議な現象だよな。おとなしくしやがれ。どうだ？はあ、やっと着いた。前に道がない。風域を利用して上に登ろう。鋭いな。陣から称号をもらって騎士にならないか？これ。そういえば知ってるか？風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。風魔竜はそれで力を吸い寄せてるのか？可能性はある。早速やるぞ。これ。おお、いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。神殿での戦いは勉強になったぜ。騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。そうだ、いい酒場を知ってるからそこでもいいぞ。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。
ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくそくそば。騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。用意はとっくにできてるぜ。